これですね。これ。これですね。この部分。はい。書き換えるっていうのは中身を変えるってことですか？中身のデータを変えると。馬力ですね。すごい。全然違う。ズバ抜けてますね。これ別の車でしょ。はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、いつもおなじみの昭和ガレージさんの方にやってきました。何やらですね、前回ねちょっと結構前にもねちょっとだけやらせてもらったんですけどね、コンピューターちょっとね今回もねいいのめっちゃできたってことなんで紹介していきたいと思います。はい、そしたらですね、いつもご登場の伊上さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊上さん、今回コンピューター？コンピューター、64ですね。64で、はい、あれ結構前にやりましたよね。あれは74。前はあれ JB74 ですね。74の方で。はい、坂道をね、ちょっと加速してみたいと思います。全然違うやんこれ。バケモンです。で、いよいよ64ができましたよ、はい、というところですね、はい。そもそもどうやったんですか？評判みたいな。好評ですね。好評、はい、イベント行った時に、まあ、現地で買い替えやるんですけど、はい、あ、はい、結構数多くやってもらったりとか、あ、なるほど、通信販売でもやったりとかもしてるんですけど、はい、あ、レビューとかも結構いい感じで、はい、まあ、実際確かに体感できると思うので、うん、はい、あの時結構体感できましたね、まあ、実際コンピューターって本当ちょっと難しいんですけど、乗ってみな分からへんもんなんで、そうですね、まあ、いろんなうんちく、まあ、あるんですけど、けどまあね、乗るのが一番、乗るのが一番、体感してもらうのが一番と、はい、で今日は満を持して64ができましたんで、はい、まあちょっといろんな仕様があるんですかね。まあ、そうですね、あのレギュラーと廃屋、うん、レギュラーと廃屋、まあ、はい、でと今日はマニュアルですね、はい、でオートマもあります、ね、一応オートマもあるけど、はい、まあ、今日はじゃあマニュアルでちょっと乗り比べてみたいと、はい、で僕ちょっとそんなプロじゃないんですけれども、まあ、僕みたいな素人でも、はい、まあ、体感できるもんなのか、まあおそらく街乗りユーザーさん多いと思いますんで、まあ、どういったところでね、あの効果が出てくるのかっていうのをね伝えさせていただければなと思いますんで、今日一日よろしくお願いします。はい、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、今日なんか車3台も用意してもらってるんですけど、そうですね、はい、何がどういう仕様とかあるんですか？これがノーマルですね。ノーマル、ノーマル、本当ノーマル、はい、でこっちのグレーがレギュラー仕様、はい、レギュラー仕様、コンピューター入ってる、はい、コンピューター入ってます、はい、でそっちのパールが廃屋仕様ですね。あ、廃屋のコンピューター入ってる。はい、コンピューター入ってます。OK です。で、3台ともマニュアルで。マニュアルです。わかりました。で、比べるにあたって、はい、グレーについてるタイヤをつけて同条件にします。ああ、同じ条件になってるんですね。はい、ノーマルタイヤとタイヤ小さいんで、はい、その加速が速くなっちゃう。まあそうですね。わ、はい、かりました。両方ともエンジンはやってない。チューニングはやってないってことですね。はい。わ、はい、かりました。はい、じゃあまあ早速、じゃあそしたらノーマルから乗らせてもらいましょうかね。はい、ないっすね。じゃあ行きまーす、はい、まずこれノーマル。そうですね、ノーマルですね。タイヤちょっと変わってますけど、はい、さっきちょっとだけカーブのところとかも、まあ、2速のままカーブ曲がって、ちょっとスピード減速して次のアクセル踏んだ時とか、はい、ちょっとやっぱモタモタモタってするのは、そうですね、そういうのは特にありますので、はい、一旦ちょっと、はい、これでちょっと基準で、はい、今3速から2速、はい、2速、結構な坂っすよ、結構坂ですね。あー、なるほど、しんどいね。3速入れると失速する感じです、ね、はい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 、まあまあまあどの車にもありえるかもしれないですけど、軽自動車はやっぱ特に失速した後がちょっとしんどいですね。これを基準にちょっとこれから変わるコンピューターをね、ちょっと比べていきたいなと思います。はい、そしたら伊上さん、はい、これがレギュラーコンピューターあり。そうですね、レギュラーですね。もう最初の踏み込みでも全然違う。そうそう、レギュラー仕様でも全然出足から、はい、分かるぐらい。ああ、もうカーブ曲がってこう、はい、回転数落ちてからちょっと踏んでもスーって普通に行ってくれるんで、はい、さっきとねちょっと同じルート走らせてもらってるんですけど、うす、ね、こう
アクセル開けてもう一回踏み直した時のレスポンスっていうんですかね、が全然ストレスがないですね。分かりやすいのはやっぱり坂道ですね、はい、坂道、まあ、さっきノーマルで坂道乗らせてもらった、まあ、2足から3速行ったらもうなんかこうボボボボボボ失速しちゃうぐらいの感じですね、はい、あの辺がどう変わるか、うん、確かにちょっと同じような条件で、あまだこっちの方が全然登る ね、 そうですね、うん、2速もでも結構やっぱ引っ張れるから、はいはい、その辺も多分つながりが良くなった原因かもしれないですけどね。でも全然やっぱああいうところやとちょっと力があるだけ楽っすね。もともとジムに乗ってる人からしたらもっと体感できるでしょうね、これ多分、はい、自分の車がそのままコンピューター変えるだけでか、はい、あの結構走り変わるんで、はい、はい、そしたら井上さん、はい、2つ乗らせてもらったんですけど、体感は多分絶対って言っていいほどできると思います、はい、僕は普段ジムに乗ってないんですけど、それでももう違いがすぐ分かったんで、多分普段から乗ってる人やったらもう明らかに違いが分かるのかなと。はい、でもう一番感じたのはもう多分エンジンかけてブンって、うん、出足でもう一転がり目か二転がり目でも全然違ったっすよね、うん、そうですね、もうこの出足から、はい、もう低回転から出力アップさせてるので、はい、僕も撮影始まる前にもう思わずあーって言っちゃいましたから、はい、ちょっと撮れてるか撮れてないか分かんないんですけど、はい、もうここの時点で全然違う、違います、ね、全然違うな、違います、ね、結構コンピューター変えたらね、下がスカスカになったりとか、はいはいはい、上だけすごいパワー出たりとかっていうのあったりするんですけど、はいはい、結構普段使うような、そう、使う回転域をトルクアップさせてるので、なるほどですね、はい、はい、そしたら井上さん、はい、これさっき乗った、はい、さっき乗ったやつなんですけど、はい、さっき比較でタイヤを揃えてたんですけど、はいはい、純正に、おう、まあ、こっちの方がハイブショーにとってはちょっと不利になるんですけどね、まあ、そうですよね、まあ、タイヤが細くなるんで抵抗少なくなるんで、はい、じゃあそうしたらハイオクのコンピューター変えてる方の車両の方が不利、はい、タイヤ的にはタイヤ的には不利な状態でちょっと乗り比べてみようかなという、はいはい、ところですね、まあ、それでもまあ十分比較できると思いますんで、はい、わかりました、早速ちょっとね、はい、乗っていきたいと思います。そしたら、今タイヤをノーマルに戻して、はい、ちょっとノーマルコンピューターですね、はい、レギュラーの、はい、ちょっと乗らせてもらって、まあまあ確かにタイヤ変えたからちょっと軽くはなった感じですかね、なったかなとは思います、はい、まあまあ同じような坂道を、はい、今2速からちょっと上がって、もう一回ちょっと、そうですね、まあ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 、まあ、そりゃそうなりますよね失速する、まあまあタイヤ変えたとて、はい、これが今ハイオクの、ね、コンピューター変えた仕様になってるんですけど、はいはい、どうですか、いやもう別物っすよ加速が全然違う、ね、これ別の車でしょ、早速さっきから何回も登ってます坂道、はい、来ましたで、まあ、同じように3速から2速に落として、もう全然違う、なんかもう別の車なん、これ比較していいのかな、いや全然別もんすよ、もうこの比較はもう なんていうんですかね、もうずば抜けてますね、なのでこれ初めてももうなんか失速感全くなくなる、そう加速がもうスルスル回ってっちゃうんで、平地で加速してるような感じの加速でしたね、はい、そしたら井上さん、はい、ハイオクのコンピューター、はい、書き換え、はい、もう抜群ですね、そうですね、もうレギュラーももちろん良かったですけど、はい、あれ最後に体感してしまったら、はい、これにしたくない、まあこれが
ですよ。で、まあ、今回ちょっと言いたいのは、今日乗ってすぐ分かったのが、あのノーマルのタイヤとタイヤを交換した、はいはいはい、もうあれだけであんだけパワーロスするんやなって思ってたん で、ね、はい、タイヤ変えたらやっぱりやった方がもう間違いなくそこをロスするので、はい、それがストレスになって、で余計踏み込んで燃費が悪くなるっていう、はいはい、ちょっと悪循環になると思いますんで、はい、タイヤ交換イメージされてる方は、まあ、コンピューターもちょっとセットで考えていただけるとストレスなく見栄えも良くなっていいんじゃないかなと、はい、なんかグラフみたいなの見えたりするんですか？はい、ここですね。ほうほう、まあ、下これがノーマルですね。ノーマル、はい、でこれ書き換えで、はい、まあ、全体的にもう1段階上に上がってる感じ、ね、ほんまですね。もう全体的にちょっと上がってるんですね、はい、でまあこっち側も馬力になるんですけれど、はい、ノーマルが測った時 53.33、はい、でレギュラー車は 62.58、うん、で 9.25 ですね。 9.25 馬力、馬力上がってます。おまあ本当低い回転からでも全然変わってるので、うん、まあ、日常使いするにはすごく適した、はい、パワーバンドなのかなというところですね。そうですね、単純に馬力で9点いくつ上がってもちょっと分かりにくいかもしれないですけど、はい、比率からいくと 17% の比率上がっているので、はい、まあ、それでいうと多分分かりやすいかなと思います、ね、確かに。排翼の、排翼もありますね。グラフもあるんですよね。はい、さらにこう上回った感じですね幅がえらい広がりましたね。はい、馬力でいうと、はい、これ72になるので 19ぐらいいってるっすね。18.77 馬力ですね。すごい、さっきのより倍ぐらい。そうですね、変わってしまってる、はい、なるほど。で結構皆さんやっぱあのコンピューター変えるって、はい、こう、はいはい、元々レースやってる方とかやったらすごく分かりやすいんですけど、はいはい、普段乗ってはる方ってもうそういうチューニングがあるって分からないと思うんで、はい、皆さんどうですかね、ジムに買われた方って結構タイヤ大きくする人多いじゃないですか、はいはい、でそうすると必然的に負荷が増えるので、結構ジムに乗ってる人ってもう遅いのがストレスみたいな人結構多いんで、まあ、その辺のストレスをねちょっと解消できるのが、まあ、こういったコンピューターチューニング。詳しいことは、まあ、ショアガレージさんの方にお問い合わせいただいたりとかしていただければいいんじゃないかなと思いますんでね。で、ちょっとね抜けてたんですけど、ごめんなさいね皆さん、あのコンピューターってどういうパーツなのかっていうのをちょっと氷上さん、はい、エンジンルームもなかなか皆さん開けないと思うんで、うん、コンピューターってどこのパーツなんですか？はい、まあ、これですね。これですね、この部分、はい、でこれを書き換えるっていうのは中身を変えるってことですか？中身のデータを変えるって感じですね。変えるってことなんですよね、はい、だから見栄えがなんかすごく変わるとかではないので、はい、ちょっと難しいかもしれないんですけども、昭和ガレージさんの方ですと変えたらこのステッカーが、はい、そうですね、つくような感じでなりますんで、はい、あとやっぱ皆さん心配になるのがやっぱ排翼ってガソリン高いじゃないですか。そうですね、でそれでねお金もすごいかかっちゃうんじゃないかなっていう心配はあると思うんですけど、その辺ってどうなんですかね？その辺はあの燃費が良くなるので、はい、例えば170円から180円、うん、まあ、10円の差しか今ないので、うん、はい、その比率でいくとだいたい 5.8% ぐらいなんですよね、うんうんうん、で燃費が、はい、例えば12から13に良くなりましたっていうと1変わったとしますね。1キロ、はい、そうすると 8.3% おー、だからこれでいくと、はい、まあ、これはあくまで単純な計算ですけど、まあ、ざっくりと燃費の方が上回ってることになるんで。なるほど、イメージしにくいかもしれないですけど払う時のガソリンは高いんですけども入れる回数が減ってるってことですね。この計算でいくと、まあ、お財布にも優しい、はい、確かに僕も乗ってて、あのやっぱりノーマルの時ってやっぱこうスタートの時とかもやっぱある程度踏まないと走らないから、はい、ちょっと無駄な踏み込み、あと交差点曲がった時もギア落としてボボボってなるの嫌なんでまたちょっと余計に踏んだりとかしちゃうんで、まあ、ああいったところのストレスがなくなれば、はい、あの燃料もボン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 吹かなくてもいいのかなっていうイメージはありますね。そうしましたら実際これコンピューターって変えたいなって今この動画見て思ってくださった方って どうしたらいいんですか？まあ、今あの通販で自身で外して送ってもらうのと、はい、あとはもう車屋さんに行って外して送ってもらうみたいな、はい、なるほど。あとはイベント各地行ってるね、オートバックスとかのやつ、おー、まあ、そういうとこですと現地で書き換えやってるので、あ、その場でやってくださる、まあ、来て、まあ、やって、はい、そのまま乗って帰るみたいな。あ、それはありがたい。もうほんなら1時間2時間できるってことなんですか？だいたいそうですね、1時間ぐらい、まあ、プラグ交換とかもやったりとかするので。なるほど、その辺も含めて、まあ、1時間ぐらい見てもらえれば。あ、それやったら、まあ、まずはそのイベントどこ行ってるかっていうのは、まあ、ショアガレージさんの方に問い合わせしてもらってって感じですかね、まあ
その通販で頼んだ後、それどれぐらいかかるんですか？日数的にはまあ送ってもらってうちに届いて、うん、でだいたい翌日には出荷みたいな感じなので、おーおーおー、遠いところでしたら1週間ぐらいですね、はい、近いともうちょい早い場合もありますが、なるほど、1週間ぐらい見てもらえれば、はいはい、ですので、まあ、その間は皆さんちょっと車を動かせない状態になると思うんですけども、はい、ご了承くださいってことですね。そうですね、はい、あと何か注意することあります？レギュラー仕様の場合は、はい、まあ、そのままでいいんですが、はい、ハイオク仕様の場合はプラグ交換を必須としてますので、なるほど、その辺も合わせて一緒にやってもらう感じですね。やってもらう必要があるよ、はい、プラグも販売してますんで、はい、はい、合わせて買っても通販であれば買ってもらえれば、はい、あとハイオクに書き換える場合は、はい、まあ、事前にレギュラーであるかハイオクに入れ替えといてほしいんですよね。あ、なるほど、ガソリンタンクの中をもうハイオク状態にしといてほしいと、はい、ですんで1回ももうギリギリまで乗って乗って、でハイオクを満タンにしてもらえれば、まあ、はい、OK っていうことですね、はい、ありがとうございます、はい、あとはちょっと気になるのは給排気系のカスタムしてる人とかっていうのは、はい、その辺でしたら大丈夫ですね。あのエアクリーナーとかマフラーとかのライトチューンであれば対応してますので、はい、なるほど、はい、タービン交換したりとかなってくるとまた話が別なんですけど、あとブーストアップしたりとか、うん、なんかそういうことやってなければ、はい、あともう一つ、はい、ミニコンとかスロコンとかあるんですけど、その辺の併用はできないので、はいはい、ついてるのを外さないといけないですね。今つけてる人は外して、はい、でもうメインだけでそうですねやるっていうことですね、はい、このコンピューターの価格、はい、もうちょっと気になるんですけど、どれぐらいなんですか？はい、価格はあのハイオク仕様で88,000円、88,000円、レギュラー仕様で55,000円です。55,000円、はい、おー、まあでも早くなれば全然いいと思います。はい、やっぱ普段乗ってるストレスがそれでなくなるんやったら、はいはい、いいですよね。別にそんな劣化するもんでもないので、はい、消耗品じゃないので、もう一度設置してしまえば、はい、そうですね、 OK ってことですね、はい、さっきのハイオク仕様についてるんですけど、はい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 、ここに見えるオイルクーラーですね。おー、この青いやつ、はい、エンジンオイルを冷やすものですね。おー、パワーが出るってことは熱も出てるので、はい、油温が上がっちゃう、油温が上がるので、はいはい、それをまあ冷やすもの。おお、これも発売はしてて、はい、このもの自体が昭和ガリーさんのやつ。あ、これはあのトラスト製のオイルクーラーキットっていうのがもともとあるんですけど、はい、この辺ですかね。ああ、バンパーの奥に、はい、うちだとちょうど隠れちゃうところにあるんですよね、はい、スキットプレートの後ろで、はい、まあ、そもそもつかないっていうのもあって、はい、でうち独自でこのステーを作って、あ、でここに取り付けができるようにしてるんですよね。なるほど、はい、だからこういう薄型バンパーとか取り付けされてる方やとちょっと、はい、あの位置が良くないんで、はい、グリルの後ろに持ってこれるように、はい、ステーとかを全部ショアガリーさんの方で用意されてる、はい、ということですね、はい、ありがとうございます、まあ、ですので、まあ、油温がね、もし気になる方はこういった商品もありますんで、はい、まあ、いろいろまたご相談いただければいいんじゃないかなと、はい、はい、そして井上さん、はい、今日一日どうもありがとうございました、はい、もう分かりやすかったのは、もう坂登るとき、ね、2速から3速入れた時のあの失速感があるかないか、はいはいはい、もうすぐ分かると思います。あとはもう交差点曲がった時に2速のままでちょっとボボボボってなるところが踏み込んだらちゃんとスッて出る感じ、はい、まあ、この辺で皆さんストレス感じてる方はぜひね、ちょっとこちらのコンピューターね、一度試していただければいいんじゃないかなと思います。はい、そうしましたらですね、今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバンと押してください。あと昭和ガレージさんの詳細に関しましては概要欄の方に載せておきますので、そちらをご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。